めること。いや戦の準備もう一回しましょうか。フレイを切り替え、長剣の方が魔力回復しやすくないかって。いや体験でいい、俺体験結構気に入っちゃう。体験がいいかもしれん俺。長剣もね、長剣は振った瞬間プン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 って反応するのがいいとこなんだけどね。決まだな、どこで詰まるかなって。俺が詰まると思ってんのみんな。フレイヤは3つまで装備できます。舐めてんじゃないのそれ。フレイとフレイヤを切り替え、意外とゲームセンスあったら。戦支度をするで装備とキャラクターの変更、ね、いきましょう。序盤無双で中盤息切れするってやばくない？戦いを始めます。戦場を選んでください。出た強戦士、なんか言葉出てきたよね。ミズガルドの北方の森林地帯では幾多の部族が血生臭い抗争を続けていた。ベルズング一族のシム軍とは危機を知らせるため敵対する部族の村へと走る。強戦士の村だ。敵対する村へ危機を知らせに行くって大丈夫なの？頑張ろうか。神話好きにはたまらんって。神話はそこまであんまわからんからさ。勝手にするがよい。出た、また怒られてる俺たち。ごめんなさい。なんで妹あんなさ、気になっちゃう服してるんだろう。妹よ。こいつなんでこんなイケメンなんだろう。フレイヤはいつもお兄様のおそばにおります。何、お兄様？さすがです。違う違う。危険な選択をしたな。あ、そうか。どうも。巨人族は強い。さすがです。容易な相手ではないぞ。分かっております。なんか武器くださいよ。お前は我が弟子にして、アスガルドで2番目の剣士。2番目。そのお前ですら、巨人族に勝てるかどうかは分からない。そんな強いんだね。そうであっても、決意は揺るぎませぬ。美形ですね、この子。そうか。ね、お許しを。お許しを。構わん。巨人族の大攻勢が始まる。なかなかできることじゃないね。もはや世界に安全な場所はないのだ。さすがです。私はアスガルドで戦に備える。オッケー、聖戦に備えてくれ。最終決戦のために。楽だろ。ご分を祈っております。ミズガルドへも。一番はダイダラ。そうだよ、俺だよね。世界で一番の剣士と言われたら俺ってね、みんな知ってるから。よし、じゃあまた鳥になって帰ろう。お前が人間を導くならば、あるいは、よいか、守りに徹せよ。守りに徹せよ。巨人族の攻撃をしのぐのだ。オッケーイ。しのいでしのいでしのぎ抜け。神々が巨人を滅ぼすその日まで生き抜くのだ。はい。守ってくれるのかな。さらばだ弟子。あの人持ってる剣かっこいいな。すまない。フレイヤはいつも兄様と共に。さすがです。お兄様。なやこれ。さあ、二人しかいねえじゃん。バサか。なに、人間同士戦ってんだよ。こうやってそう、強制した。取り囲む気だ。だから嫌だったんだ。強制士の領地に入るなんて正気かねえよ。やばいよ。あー、来たー。誰だこれ。ちょっとやめてください、リスナーさん。勘弁してください。強戦士の長レギティだ。ベルズング一族のシゲムンだよ。その命をもらおうか。なんでだよ。殺すつもりだ。こんなところでベルズングの長を仕留められるとはな。囲まれる。ついてるな。やめろやめろやめろ。待ってくれ。強戦士に慈悲があるとでも思っているのか。そんな。強戦士の怒りに触れるほどの不幸はないという。だが俺たちは幸運だ。随分な度胸だな。強戦士が怖くはない。すげえ斧いっぱい持ってる。もっと恐ろしいものを見た。何？神々すら身震いする邪悪な怪物、巨人族だ。
まあ何を言い出すかと思えば、なんか可愛いな、ペット。命を拾おうというのか。無駄なあがきだ。もはや森の民同士で争っている場合ではなくなった。まだ言うか。お、お、やべえぞ。出たー。来たお、おい、あれはなんだ。巨人族だ。本当に巨人族が攻めてきたかと。北の方角から進軍してくるようだ。レギンよ、お前の村が危ないぞ。バカな。やばいぞ、顔怖いぞ。やっぱり王戦士の怒りに触れるのは不幸だ。だが幸運にも暇は仲間だ。国名を風に吹かれやがったか。いいえ、お前ビビりすぎだろ。これほどの相手は初めてだぜ。お前ら強戦士の力を見せてやれ。うおお、こいつらた神々の国すげえな。万有だね。いくぜ。でっけえな。無理だろ。天界にまで轟くその勇猛、今こそ見せてもらう。展開に轟いてるの。でかすぎだろこれ。折れない枝は、それはあれだから、軽いから、神だから。神はデブじゃない。そう、俺も神。相手は巨人だぞ。行ってくるぜ。喜べ。よし、弾き飛べ。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 楽しい。もう全部倒しちゃった。やーべえ、超気持ちいい。もう倒しちゃった全部。あ、終わり？レギ、お前の村が危ない。戻った方がいい。終わりじゃん。信じるしかねえようだな。信じてくれよ。野郎ども、村に戻るぞ。戻るぜ。よく村、連れてってよ。神々のために斧を振るえるんだ。俺についてきやがれ。オッケー、さあついていきましょうか。村へ帰ろう。この人についていきます、レギンさん。ね。このゲーム知らないけど、チートかよ。いや、めっちゃ楽しいんだけど。でもな、地球防衛軍でもさ、超強い武器手に入れた時ってめっちゃ気持ちよくね。で、あの、すげえ爆発力、高い武器でさ、敵を、ドーンって泣き払う感じ。あれ、超楽しいよね。今俺そんな感じなんだよね。超楽しい、ほんと。まだいるのかな、敵は。で、斬撃、切って切って切りまくれ！ドーン！何かしやがったらただじゃおかねえ。まだですかね。あれどこですか。俺たち自身がそれを示そう。こっちでいいんです。おお、来た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 。矢を放て。ドーン。ドーン。さあもうなくなったので行きましょうか。行って行って行って。よし、よし、これが仕留めだぜ。オッケー。ちょっとアイテム回収しながら切っていきましょうか。止めてやる。魔力ください。魔力、破片がすげー飛んでるよね。一回です、体力回復してもらおう。レギンとかもねえ、すごいじゃん、頑張ってんじゃん。次の獲物を探せ。全部もうやっつけた。じゃ蛮族じゃない、こいつら強えぞ本当。ねえ、全然ゲスくないじゃん俺。ひどいわみんな。さあレギンについていきましょうか。お前の村はどうなった。かなりやられた。いや、もっともっと爆発させたい俺。いや、炎の杖もっとないの、強えの。そうだ、バケモノ前。やべえ、生き残った者は南へと避難させた。南には砦がある。これどうみんな見てて、あれ爽快でしょこれ。超気分いいからね、これやべえからね。なんかもういろんな資料出てきそう、これ。すげえいい。ダイダラも強戦士だったって。それだわ。エルギオ、お前の助けに期待して。どこだ。
え、どっち？怪物はいねえのか。この辺りに敵はいねえみたいだぜ。自分でやったら気持ちよくなるぞ。めっちゃ気持ちいいからね、これ。あ、いた。うーだーぶっ倒すのが強制しなきゃ。構えろ、ざまねえぜ。よしよし、ザーリエー。魔力よく…痛い。よしよし、魔力よこせ。よし、魔力回収完了。ドゥルル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 絶対俺ハマっちゃうんだけど、それ。ざまあねえぜ。まだ生きてんの？あ、死んだ全部。おっぽいよー。まだあんのかな。それレギについていこうかね。めっちゃ面白いこれ。レギンデイブ初めて見た。やばい、俺めっちゃ面白いんだけど、これやばいやばい、これ。オーディンが見ていることを忘れるな。ねえ、まあまあそうだね、実際やらねえとっていうのはあると思う。本当にこれね、直感操作でできるからね、だいぶいいですよ。そっちじゃねえぞ。そっちだよ。あれを見ろ。あれを。村の方角だ。やばいよ。畜生、村が夢に違う。全能あるオーディンよ、急げ。勇気を。早く来いよ。危ねえ。村が危ねえ。走れ。俺がオサト。怪物いねえのか。怪物おるおる、めっちゃおるめっちゃおる。あそこ来るほどの試練が待っているとはな。行くぜ。トゥルルルルルルルダーダー。よーし、お前は切っておこう。よし、いた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 。ほい、よしよし、オッケー。魔力も中回収しましょう。よし、よこせ魔力。痛い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 。オレー、強制士の力を見せろ。結構うざいなこいつら。よっとっとっと、いいぞいいぞいいぞ。やっぱね、こういったなんか爽快系っていうのかな、これがいいね、ほんとねえ。うわー、なんかもうドッカーンドッカーンとねえ爆発してねえ敵をぶっ殺すみたいなやつ。剣じゃないと魔力は回復しませんね。そうですね。よし。で、主人公男の方はね、ま、魔法は使わないんだけどねえ、剣とか剣技がすごい充実されるのかな。ドーン。これ強えよ、ほんと。よし、いいわこれ。村がやばいよ。もう走れねえよ。走れねえじゃねえよ。引き出せ。こっちに来い。いる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 、いっぱいいる。俺が潰してやるぜ。もう走れねえって。ドーン。ざまあねえぜ。逃げた方がよくねえか。おれ、叩きってやるぜ。えいえい、スバット。足を狙えてよ。やべ、ちょっと、この矢を狙え。はい、あ、ちょっと、ちょっと、危ない危ない。ルル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 ル。早く死ぬがいい。早く死ね早く死ね早く死ね。いやーし、早く死ね早く死ね早く死ね。インターネット早く死ねば。よし、早く早く早く死んでくれ。早く死ぬけ早く死ぬけ。よし、めっちゃ後ろの方アイテムある。回収回収。神々も満足しているだろう。いや、神々も満足してるって。本当俺めっちゃ満足してる今。味方巻き込んじゃうけど許してない。イエーイ。
よし、これに勇気を。おい、断面が黒いなってよし、グルリンパ、よしよしよし、あとはでかいやつだけです。よし、死ねえ。よし、さあこれで討伐完了。準備運動みたいなもんよ。よし、準備運動まだあんの？まだある？レギンどこだよ。村へ行くのか今から。ねえ、一ならどんな奴にも負けねえ。おい、今なんて言った？結構な、うん、今回長いのはわかるわ。え、どこ行くんだ？村はどこなの？え、ぴょんぴょん。戦の準備はできてるぜ。乗り切っちゃう。すげえ。え？気配を探れ。みんなピョンピョンしてんだけど。どうしたの？あっち？レギン。ねえ、地球防衛軍のファンタジー版はそうでしょうね。その例えが的確だと思います。いっそう。行こう。ライン側まで行ったらどうだ。煙上がってる方までガンガン行きましょうか。よし。おじさんのためかな。これなんかね、ダッシュの使用回数も制限あんのかな。よくわかんねえや。これ何これ、石壊せんのかな。壊れないね。よいしょ。さあこの山登って、あの煙上がってる村の方まで行きましょう。誰もいないよ。めっちゃ煙上がってんだけど、あそこ大丈夫かよ。行こう。制限ないんだ。じゃあ俺がテンパってね、あのうまく触れてないだけだね、このヌンチャクを。あ、クリア。あれあれ、お前ら来いよ。お前ら来いよ。びっくりだわそれ。マナ400個、やばくね。よし、セーブしましょうか。セーブする場所を選んでください。あ、だしやっぱ使いづらいんだこれ、もともとセーブします。え、これもうほんとさ、フレイ君空気じゃん。どうすんの、活躍の場ね、大丈夫なんでしょうかね、ほんと。戦自宅をするで。はい、じゃあちょっとまた戦自宅じゃない、武器生み出しましょうか。フレイ、フレイ、お前は操作方法もっと俺、もっと爆発したい。頼む、ここでもっと爆発したい。俺は作り出すことができ、弾けたいんだよ俺は。魔力の結晶を使い、分かってくれみんな。ねえ、弾けたいんだよ俺は。頼む、頼むよ、もっと弾けさせてくれ俺を。炎のやつを鍛えていけばきっとね、ねえ、あると思う。威力やべえこれ、炎の必中のやつ。これは強戦士だわ。めっちゃストレス溜まってんだねっていう。分かっちゃう？とりあえずしょぼいやつまず作っちゃう全部。トールの号泣ねえ、とりあえずこれ作っちゃおう。槍、さあ槍を作って、おっと、なんかかっこいい名前できたね。まずここの段は全部できたね。徐々に作っていく感じでしょうか。買おうかどうか迷ったゲームだ。面白い、めっちゃ面白い。とりあえずやばいよねこれ。今んところ来てるよこのゲーム。もうなんかいろいろ出そうね。さあ新しい杖出ました。凍結のなんか新しいやつ出たよ。これ欲しいなぁ。ね、マナが必要。とりあえずじゃあ今回こんなもんだよね。あの新しいの作りに行こうか。これ作っとく？作れねえな。ネクサ広告ありがとうございます。オプション画面ではののかさん、さまざまな項目